マーク・イーートンはカリフォルニア州イングルウッド出身の元バスケットボール選手。ポジションはセンター。長身と高い守備能力で知られた。彼はカリフォルニア州南部で育った。少年の頃はバスケットボールよりも水球に夢中になった。ウェストミンスター高校を卒業後、自動車整備校として3年間働いていたがそこで車の修理に訪れた。 サイプレスジュニアカレッジのアシスタントコーチに見出されて入学、その後 UCLA に編入学したがそこでは2年間で11試合、わずか42分しかプレーさせてもらえなかった。UCLA でほとんど活躍できなかった。彼は NBA チームの興味を引かなかったが、ユタジャズが優れたディフェンス選手となる期待を込めて1982年の NBA ドラフト4巡目全体72番目に指名し、彼は入団した。彼は入団後すぐに頭角を表した。先発センターであったダニー・シェイズからポジションをすぐに奪い81試合で275回のブロックショットを記録した。1試合平均3.4ブロックはアトランタホークスのトゥリー・ロリンズ。 サンディエゴクリッパーズのビル・オルトンに次いでシーズン3位の記録であった。2シーズンには595リバウンド、351ブロックショットの数字を残し、1試合平均4.28ブロックは NBA トップであった。チームはこの年初のプレイオフ出場を果たした。3シーズン目となった1984から85年シーズンに彼は、 エルモア・スミスが1973から74年シーズンに達成した NBA 記録393を大きく上回る456ブロックショットを達成した。この都市ブロック2位のアキーム・オラジュアンは1試合平均2.68ブロックであった。リバウンドでもリーグ5位の1試合平均11.3リバウンドを上げて NBA 最優秀守備選手賞。 およびオールディフェンスファーストチームに選ばれた。彼のオフェンス能力は優れたものではなかったが、チームにカール・マローンとジョン・ストックトンが加入すると、ユタ・ジャズは NBA 有数の強豪となり、イートンも1986の19 87シーズン、1987から88シーズン、1988から89シーズンとブロック王になった。 1988から89シーズンには NBA7 位の10.3リバウンドも上げて2度目の最優秀守備選手賞を獲得した。また1989年の NBA オールスターゲームにもチームメイトのマローン、ストックトンと共に出場している。キャリアの晩年、彼は膝と背中に故障を抱えリバウンドやブロックショット数も減っていき、 キャリア最後のシーズンとなった1992から93年シーズンは64試合、1試合平均17.3分の出場に止まった。ジャズ一筋でプレーして引退したイートンは875試合出場、5216得点、6939リバウンド、3064ブロックの数字を残した。通算ブロックショット数は、 カリーム・アブドゥル・ジャバーの3189回に次ぐ歴代に言い,い出会った。現在も彼の1試合平均3.50ブロックは NBA 記録として残っている。1995から96年シーズン中に彼の背番号53はジャズの永久欠番となった。引退後、彼は地元テレビ局でユタジャズ、ユタ大学のバスケットボール解説者として 活躍していた。2021年5月28日、ユタ州、パークシティの自宅から自転車で外出したが、原因不明の死去。64歳没。ありがとうございます。